受け取った時使えば、以降は連絡が取れません。了解だ。こちらからも連絡を取る。センサーによるとブラックホールカルチャーがピークに達して注意。グラップルで上に行けるはず。
破片が散らばってる。建物から妨害電波を探知した。現在の位置は？周囲に大量の岩が浮かんでいます。引き続きブラックホールに吸い寄せられています。了解。ウェイクとは未だ連絡が取れない。何かあれば連絡する。寒くなってきた。この時期に雪が降るなんて。チェン長官、広場に到着しました。木造の建築物が見えます。それは肩空格だな。妨害電波の発生源もそこだ。すぐに調査しろ。了解、向かいます。
だが手遅れだ。この高校浸水を世界に注ぎ切るとブラックホールが世界を変える。そんなことで世界が変わる、ふざけるな。最後まであがいてみろ。
しぶりだな、シア。まさかこんな形で会うとはな。もう少しで高校神髄が空になる。注ぎ終わると新しい世界が誕生する。そして私が新世界の王となるのだ。やれ。いや待ってろ、今助ける。ダメだ。えっ、から20キロ離れた地点に巨大なクレーターが突如出現しました。専門家は小惑星が衝突したクレーターではないかと推測しています。内部ではさらに古代遺跡らしき建築物が発見されており、皿のようなものを含め未知の化学元素も検出されました。現在専門家がサンプルを持ち帰り調査を進めています。新しい情報が入り次第お伝えします。